Puma. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. Puma. I wanna see you bust down. Pick it up. はい、皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。あ、もう撮ってんの？うん、ゆかすん夫婦です。今日はチュマリネよ。あ、チュマリ、いいチュマリです。ね、女性もんが韓国語로영상을찍어달라고하시는분들많아서왜일본어로찍냐고그래서네오늘도한국어로할게요일단은일본어로하는이유는여러분들의일본어향상을위해네그리고일본어공부가될것같기도하고그일본시전자분도있어가지고그래서그렇게하고있는거예요네 아무튼오늘은한국어로찍도록하겠습니다드디어우리가50,000명달성했잖아요네어만어만어만 미라를쳤다 그래서여러분들이질문을많이해주셨는데그거를우리가답장하도록하겠습니다 Q&A 시작하겠습니다네잉크센창커플은유튜브말고따로하신일도있으신가요아네저는 펜션을하고있습니다네잉카는저는유튜브랑이것저것하고있습니다저는제주도에서펜션하고있어요네와주세요일단승사만 50,000 명축하드립니다 스벅이나바코홈에서팬미팅겸단체한일소개팅주선해주세요아저도한번해보고싶어요이거는항상생각하고있는컨텐츠라서맞아요제가조만간구독자가많아지면일본저희구독하신일본사람들이랑일본남자들이랑한국남자들이렇게남자들끼리여자없이여자없이 여자없이갑시다 せーの次いつもラブラブなお二人ですが喧嘩しますか仲直りの方法を教えてください喧嘩は1年1回ぐらい2回ぐらいそうだねするんですけどしますねなんで喧嘩するのは私がランチのメニューを間違った時違うとかゆかが好きなイチゴを買ってこなかった時そうだねとか喧嘩します大きいねじゃあこれはねこの間も言ったけど2人のことで喧嘩するっていうよりは本当に忙しくて仕事でイライラしててまあその時にこう重なって喧嘩するっていうのはあるんだけど仲直りはほとんどすんちゃんが折れてくれるかなって思いますだから私結構本当に頑固だから一回こうプイってなるとあのなんか恥ずかしくてごめんねが言えないのねそういうゆかだからすんちゃんが折れてまあゆか喧嘩すんのやめようって言ってごめんねって言ってくれると仲直るかなわかりました私は大丈夫です愛してますか何してもさゆかのこと好きはいゆかちゃんの私のはい次지금두분사시는곳은한국인가요일본인가요하나둘셋제주에살고있는한일부부입니다제주도민이에요네자次お二人が普段から大切にされている習慣があったら教えてくださいゆかが部屋をこいたら尊敬してあげます大事ありがとう違うゆかはなんかありがとうとかさらんげとか あのそういう言葉をちゃんと口に出すように何そんな一人で優しくやってんのしてますだって本当だもんじゃあ私はゆかのことを大事にするためにいつもゆかがなんかしたいって言ったら全部してあげます確かにありがとう、はい、次ゆかにん고향이어디세요고향이요고향은아마말해도아시려나미야기현이라고일본동북쪽지방출신입니다次남편분이먼저고백했어요아니면유카님이먼저고백했어요하나둘셋유카次제주도에갈때게스트하우스에서게스트하우스를이용하면만날수있나요승장님보고싶어요오저희어머니가있거나제아버지가있거나제가있거나랜덤이에요맞아요 、네、미안해요제가계속있을순없어가지고근데제가있을때오면당연히이제상담도해드리고맞아요맞아요좋아하는뭐얘기를뭐궁금한거있으면그때와서물어보면당연히네지금꽤왔어이미맞아맞아구독자분들이꽤상담을많이했어맞아요나次8살이외の韓国人の彼をどうサポートしたらいいか分かりません와가마마を言わないようにするには우리는그렇게막영상영하
사이는 아니지만 私は結構わがまま言ってるので言わないようにするにはって考えなくていいと思う。多分今あなたのそのね8歳上の彼があなたのこと好きだっていうのは多分そういうちょっとわがまま言うのも可愛いと思うし、絶対だよ、うん、だからこう形になってると思うから そのまんまでいいと思います。そう、私もそういうとこが好きで結婚したけどね。아,스파세나쓰기조카님은하이승장님첫인상이어땠나요?첫인상?매우솔직하게혹시보자마자오타쿠의기운이솔직히오타쿠보다는좀무서운사람?이런게있었던것같아요.표정というか막얼굴이그렇게생겼으니까 근데저는첫인상아니네?한일주일같이있으니까사귀지도않았는데이사람이랑결혼할것같다는생각이들었어요진짜예요이건타티아노타티아노세나次前々から気になっていたのですがフリーランスになられたんですか。これそうね気になる方いらっしゃると思うんですけど前は MCN の회사에들어가있었는데이제뭐나쁜일이있었던것도아니고정말좋은회사고좋은크리에이터들이많고정말좋은경험을했어요근데이제지금제상황에그회사에있는이유가딱히없어졌다고해야됐나요그래서저희일을열심히하고만약에좋은 제안이들어온다하면은그때생각해도괜찮을것같아서지금은프리랜스로하고있습니다네감사합니다次결혼식한국일본두곳에서다하셨나요아님어느한쪽에서만하셨나요그리고일본쪽결혼식분위기는한국과많이다른가요자일단결혼식은제주도에서했어요저희집聞こえるかなこれ先生が歌ってます幼稚園の先生だけど幼稚園の人の前で女にその愛の曲歌っていいの그래서저희는이제두번하려다가너무힘들어서 제주도에서만했는데오히려진짜좋았던것같아요알짜게행복하게잘맞췄습니다그제주도에서결혼한영상도있어요네봐보세요안봤어아직 次일본인아내또는유카를만나서다행이라고생각할때는언제인가요유카님도반대로알려주세요일단은유카가애교가너무많아요그래서아침점심저녁다애교야 가끔정말지칠때도있는데 그애교에 그래도그애교가없으면인생이지루했을것같아재미없을것같아감사합니다네저는순ちゃん라서다행히도ってか순ちゃん잖아게야다だから뭐뭐라고딱히할수없지만순ちゃん라서좋아요나란남자란次처음만났을때그래도언어와문화의차이가있었을것같은데그걸어떻게극복하셨는지궁금하네요요거는약간저랑유카는조금틀린게네유카도이제외국에있었었고저도좀외국에너무오래있어가지고그래서이제서로의문화를너무잘알았었어그래서되게약간일본이라기보다는그냥같은일본이라고생각도안들어그냥뭔가다른나라사람이라도안들고그냥옆에있는약간제주도해녀 느낌아노이미지같지이거할때해알았지그런느낌너무친숙한느낌이라서맞아맞아어느나라사람이라고막오빠를보면서느낀적이없는것같아요맞아나도막일본여자라서유카가좋아서막그런건없어요왜냐면저도옛날에다 아노중국홍콩베트남나도미국아까도아까도잘했다세나미국오키세나질문에일본여자는남자쪽이마음에들어도절대먼저다가오지않나요사람마다다르겠죠일본여자로서의유카창이딱하고떠오르는이미지로서답변해주었으면좋겠어요일본여자이미지일본여자로서사람마다다르겠지만그러니까일본여자는남자쪽이마음에들면먼저다가오지않나요유카입장에서얘기해서저이게다가오면어떤식인가요저는다가가는타입이고요만약에이사람의이런게궁금하다면그냥생각을안하고그냥질문도하고궁금한것도얘기하고그런스타일인데근데그거를어려워하는분들도많아요일본에서
그래서 좀 사람마다 진짜 다 유카 입장에서만 이해하면 돼. 그러면 저는 먼저 다가가는 타입이고요. 그리고 어떻게 다가와? 그냥 허벅지 만지다든가 뭐 사라또 두꺼비 사왔다든가. 아니 아니 근데 좀 터치? 터치 자주 해? 응, 터치를 자주 해요. 그리고 시간 있는지 뭐 물어보고 뭐 시간 맞춰서 만나게끔 하고. 여운해? 여운 거? 그렇게 많이 합니다. 호감이 있으면 호감이 있다 이렇게 표현을 합니다. 하이. 하이. 쓰기. 안녕하세요. 음악 회사 다니면서 작곡 열심히 하는 대학생이에요. 결혼식 날에 가장 행복했던 기억은 나중에 답변 듣고 꼭 좋은 곡도 선물해드리고 싶어요. 네. 우와. 곡 선물해주세요. 영상에 써도 되면은 저희 이메일 써도 이메일에 써도. 보내주세요. 그리고 결혼식 때 행복했던 기억은? 결혼식 때 행복했던 기억? 그냥 다 같이 약간 노는 분위기? 맞아. 진짜 나이랑 국적이랑 그런 거 상관없이 다 같이 놀고 여유롭게 놀았던 그런 순간들이 되게 행복했던 것 같아요. 결혼식도 길었고. 맞아요. 네, 쓰기.